ツオウェブです。今日は冷製ビーツのスープを作ります。冷製ビーツのスープはラトビアの伝統料理で、鮮やかな色で酸味のあるスープです。ラトビアという国は北欧のバルト海に面したバルト三国の真ん中の国です。去年買い付けで初めて行って食べたのですが、とても美味しかったのでシェアしたいと思います。材料と器具はこちらです。まずビーツの水煮缶が1缶と、サワークリームが大さじ1、ヨーグルトは 400g のが1パックと、牛乳は 500ml と、きゅうりが1本、玉ねぎが1/4と、トッピングに使うゆで卵とディルですね。ディルはこれは乾燥しているんですけど、生のものでも大丈夫です。あと塩を1つまみ使います。器具はミキサーを使います。ビーツの水煮缶です。中の水は使わないので捨てます。ビーツの水煮缶の水分を捨てました。こんな感じです。ビーツと牛乳とヨーグルトとサワークリームをミキサーで混ぜていきます。まずビーツを入れます。次に牛乳が 500ml です。次にヨーグルトを1パック入れます。ギリギリ、サワークリームを大さじ1、塩を一つまみ入れます。材料を全部入れたので混ぜていきます。さあできました。ティッティリー、こんな感じですごい鮮やかです。先ほどミキサーで混ぜたものを鍋に移します。きゅうりは千切りにしてあります。玉ねぎはみじん切りです。のスープができたので盛り付けていきましょう。で、先ほどのゆで卵をのせます。最後に乾燥ディルをトッピングします。これで完成です。最後のディルですが、ラトビアの人はディルがすごく好きで、いろんな料理に入っているのですが、ちょっと癖があるので今回はトッピングにしました。お好きな方はミキサーの時点で入れていただいても大丈夫です。とっても美味しいのでぜひ作ってみてください。